義乳特選隊緑のやつさん。今頃。今頃。今頃。椅子に座りながら、寝てはいないですね。布団の中で寝てますかね。なんかね、2、3時間今日寝たんですけど、あの、例の坊主ね。この例の坊主が、僕寝てたんですよ。寝てたら、なんかこの坊主が鳴り出して。 めちゃうるさくて。え、なんで鳴ってんのみたいな。なんか充電が終わったのか分かんないですけど、なんかピーコーピーコーになって、3時ぐらいに起きて2、2、三時間し2、二時間縮ぐらいしか寝て、2、3時間しか寝てないですけど。<laughs> で、また寝ようかなと思ったんですけど、寝れなくて。ね早速リクライニングで寝たらしいじゃないですか。 おめでとうございます。鼻、はい、毛カッターね。鼻毛カッター <laughs>。鼻毛カッター <laughs>。鼻毛カッターね。まあ僕の Amazon リンククリックしてから買うと僕に1円ぐらい入ると思いますんで <laughs>。鼻毛カッターね。僕鼻毛カッター買ってないですね。鼻毛カッターじゃなくてハサミでいつも切ってるんですけど、うん。まあ確かにね。 あのー、ね一1人じゃないからね、スピーカーで聞くと、ね何やってんのって言われるかもしれないですね。<laughs> 毎日なんか、毎日なんか、変な男のね、どうもが聞こえるぞみたいなね。そういや、でもね、これで僕、あの今日多分ね、このせいでテンションも上がったし、このせいで起こされたっていうね。 これね、こと、今年一番の買い物でしたね、でも。全然やっぱもう全然違うんですげえ良かったですね。うん。ランドの大きいスピーカー使ってるのローランドって、ローランドって調べていいですかローランドスピーカー。なんかスピーカー。 あの、ホストのスローランドじゃないですよね。あ、ローランドうんー、あ、なんか、良さそうですね、ローランドへー。ローランドモニタースピーカーとか、あ、なるほどね。なるほど、良さそうじゃないですか、これ。へー、こういうメーカーがあるんですね。うーん。なるほど。 ということで、あのー、寝てたらね、作業できないですから、<laughs> しっかりと、しっかりと、しっかりと作業しましょう。やるしかないですから。あ、そう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 。あのー、今回ね、あの中村さんと音声対談撮ったんですけど、結構良かったっすね。そう、なんか今回そのツールね、あのー、まあ、販売したじゃないですか。 で、フォローアップとして、まあ、再販した時にね、FX で600万くらい負けたました、みたいな人いたんですよ。で、それを題材にして、まあ、FX で負けた時みたいなね。なんかそういうはネタからこう、いろいろセッションしてったんですけど、結構良かったですね。うん。ま、あ編集したら公開しますけど。ま、あでもね、あのコピー、コピーライティングの商品売ってから公開しようかな。ま、あ興味があれば。 なかなかいい内容だったと思いますね。うんそう。感情トリガー、感情トリガーのところが良かったと思います。はい。<laughs> 感情トリガー、吉谷さんからもらった椅子みたいな。<laughs> ま頑張ってください。では。